エースコミックチャンネル。朝起きたら女の子になっていた。はあ、マジで。ない。はあ。起きたら女になってるんだが。今朝起きたら女の子になってて。お前らもかよ。とりあえず俺ん家に集まることになったけど、服は妹の勝手に借りたけどいいよな。スースーする。何してんだ俺。別に女子になったからって女の服着る必要ねえだろ。佐藤くん。佐藤くん。はあ、おま鈴木か。本当に女の子だ。かわいい。高橋くんはまだ着てねえよ。遅えな。つかなんだよその格好。いやだってせっかく女の子になっちゃったんだし一度着てみたかったんだよね。何現状を受け入れてんだよ。待たせたな。遅くなってすまん。高橋、身支度に時間がかかってな。だからなんて受け入れてんだよ。んかわいい。でどうする。今は家族みんな出かけてるからいいけど、帰ってきたらなんて説明したら。僕家族に隠れてこっそり来ちゃった。俺もどうやら夢でもなさそうだし、なんとかしねえと。困ったな。つっても原因わかんねえからどうしようもねえよ。あのこの前学校行事で登山したよね。山の名前覚えてる。ガチユリさんだっけ。これがその時の写真。僕たちが登ってる岩、実はその山の神様のご神体だったんだ。ご神体。神様が宿るとされている物体のことだよ。知らなかったとはいえそれに僕たちは乗ってしまった、うん、実はその山に住むと言われている神様は、ごめん全然話入ってこなかった。もう一回説明してくれ。俺もすまん。つまり原因があるとしたらガチユリさんだよ。きっとこれはガチユリさんの神様のたたりなんだ。だからもう一度ガチユリさんに行って、そうしたら変わるかもし。ごめんもう一回すまん。俺ももう真面目に聞いてよ。鈴木が言うには、俺たちは男嫌いのガチユリさんの神様のたたりで女になってしまったらしい。たたりだかなんだか知らねえけど、それしか手がかりないなら行くしかねえな。その服で行くの。パジャマのままじゃダメだろ。可愛い服着たらいいのに。もったいない。貸してやろうか。いらん。つうかお前らなんで女の服持ってたんだ。姉ちゃんも妹もいないのに。それは男の子だからっていうかね。なんでまさか女になる前からそういう服着てたのか。それはちょっと、いやさすがに着てないよ。佐藤くんは妹いたよね。服借りたら。はぁ、着ねえよ。変態じゃねえか。妹のって、可愛いのにもったいないよ。そこら辺の女子より可愛いもんな。スカート絶対似合うと思う。はあ？なこと言われても嬉しくねえし。でも無理強いは良くないよね。ごめんごめん。そうだな。でもやっぱ俺も女の服着た方がいいかな。無理しないで。佐藤くんはそのままでいいよ。は？男が嫌いな神様なんだろう。女の服着てなくて何かあったらどうすんだ。でも体は女の子だし大丈夫。大丈夫って保証あんのか。ごめんなさい。たくしゃあねえな。さっさと行くぞ。かわいいよ佐藤くん。別に嬉しくねえし。ガチユリさん、昔々その山にある小さな集落に不思議な力を持つ男がいた。その力とは、ぬら。なんじゃこりゃ。男を女に変えるという摩訶不思議なものだった。
俺も仲間に入れてくれ。なんだってめえ、ちくしょう。その男は女性が仲良くしている間に入るのが好きだったんだけど、女に気味悪がられて一人ぼっちだった。だから力を使って男を女に変えて、なんで逃げるんだ。その間に入ろうとしたんだけど、村の住人を次々と女にしたせいで村から男がいなくなって、最後は村自体滅んでしまったんだって。迷惑なやつだな。ユリの間に入りたいなんてとんでもないやつだな。ユリ？ユリってなんだ？ああ、ほら、佐藤くんは一般人だから。ユリっていうのは女の子同士の恋愛を意味してて、でも男から女に変えられた場合、それはユリに分類されるかっていうと難しいよね。僕的にはありだけど、それは TS。 わかったわかった。ちなみにガチユリさんがそのユリの語源だって説もあるんだよ。へえ、どうでもいい。嘘です。あった、あれだ。これが御神体。でもこっからどうしたら。ユリ好きの神なら、俺たちがユリになって神様をおびき寄せればいいのでは。何言ってんの。元男同士だからユリではないという気持ちはわかるが。いやいやいや、そうじゃなくてユリってその女同士で恋愛することなんだろ。俺お前らとそんなことできねえよ。僕はできるよ。は？無理すんなって鈴木。できるもん。だって僕前から佐藤くんのこと。お前何言って。わしも混ぜる。お前まさか。わしがこの山の神だ。出たな変態ジジイ。さっさと俺たちを男に戻せ。本当にいいのか。はあ。女体化の呪いはかけられる側に、女になりたい願望がなければかからぬ。つまりお前たちの望んだことなのだ。はあ。な望んでねえし。嘘をつくな。随分とはしゃいでいたではないか。キルーン。うわー、違うんだ、これは。佐藤くん、うんうん、そこの貴様は日頃女の服を着ては楽しんでおったな。はや、女の服は見てるだけって言ってたくせに。はう、ごめん。キッ、恥じらい恥じらい。わしは女にされて恥じらう様が大好物なのだ。そこのお前はこの中で唯一上下女の下着を身につけておるな。なぜ誇らしげなのだ。腹立つ。いいからさっさと呪い解けよ。わしのユリに混ざりたい欲が満たされぬ限り無理だ。さっき割り込んできただろ。ダメだ、満たされぬ。こうなったらこの町に住む男すべてを女体化するしかない。わしの右手に宿りし女体化の力を持ってんな。くそ迷惑だ、やめろジジイ。どうしよう。最後は村自体滅んでしまったんだって。俺たちが止めないと。鈴木、ユリってどうするんだ。え、どうって。じゃあ高橋。教えてくれ。ユリの定義は人それぞれにあってだな。今そういうのいいから。やっぱり恋愛だからキスするとかかな。な、そりゃそうだけど。ごめん、そういうのは好きな人とするものだよね。嫌だよね。嫌じゃねえよ。俺はお前らのこと好きだよ。え、いや、親友って意味でだな。僕も二人のこと好きだよ。俺も。なんかすげえはずいな。なんだよ、やめろよ。そっか、めちゃくちゃ照れんじゃん。なんだこの気持ちは。そうか、わしは眺めているだけでよかったのだ。なんと尊い。まぶし。な、戻ってる。なんかわかんねえけど戻ってる。そうだね。ああ、
その服着たまま帰るのか。あ、誰も着替え持ってきてねえのかよ。佐藤くんのリュックの中身は。これはお菓子とジュースしか。これは、あ、わしの右手に宿りし女体化の力を持ってな。高橋ってば。どうした。なんでもないよ。そっか。なあ佐藤、もしまた女になれるとしたらなりたいか。は？なわけねえだろ。そうか。いいからさっさと帰るぞ。課外授業で登ったガチユリさんの呪いで女になった俺たちはなんやかんやあって男に戻ったのだが、また女になっていた。なんで？また女子になってる。起きたらまた女の子になってたんだけど。で、またお前らもかよ。今日学校なのにどうすんだ。親になんて言えば。てか言ってもこんなの信じてくれるわけねえし。なるほど。つまり君たちはガチユリさんの呪いで女子になってしまったと。はい。なんだこのギャル。しかしにわかには信じがたい。信じましょう。彼女、いえ、彼らの言葉を信じましょう。安心しなさい。君たち生徒はこの私、校長先生が守ります。校長！そして私は教頭です。マジで？君たちの話からすると、私たちも御神体に登ったたたりで女性化してしまったようですね。先生のくせに何やってんだよ。ふい。ごめん。すいません。この体になってから大きい声が怖くて。よしよし。もう中身までガキかよ。呪いは本人の望みを反映しているって言ってました。校長先生はなんで小さい女の子になりたかったんですか。かわいい。それは5歳になる孫がおじいちゃん臭いって遊んでくれなくて、同い年の子供になれば遊んでくれるんじゃないかなって。なるほど。私はその黒ギャルが好きでして。マジかよ教頭。つか俺らどうしたらいいんすか。佐藤くん、足閉じて。安心してください。君たちには女子生徒として生活してもらいます。は？なあ、3組の転校生見たか。佐藤ちゃん見た。すっげー美人。ツンデレな感じもいいんだよな。それになんか妙に話しやすいし。あ、かわいい。そりゃどうも。俺は高橋ちゃん派。ミステリアスな感じがたまんねえ。俺はやっぱ鈴木ちゃん派だな。だってな、な、そういえば同じ名字のやついたよな。ああ、入院してるんだっけ。転校したんじゃなかったっけ。それよりさ、あー疲れた。佐藤くん、足閉じて。あー、女ってなんか疲れるわ。さっさと男に戻りて。でも今日ヘアピンつけてるね。これは妹に無理やりつけられたんだよ。母さんも妹も初めは驚いてたけど、普通に受け入れやがって。うちもそんな感じだよ。うちは親父が息子は嫁にやらんって騒いで大変で、やれやれ。受け入れすぎだろ。つーか、なんでまた女になってんだよ。あのジジイが消えて呪いは解けたんじゃねえのかよ。しー、声大きいよ。もしかして呪いだけ残ってるとか。マジかよ。言えない。女体化の呪いをかけたガチユリさんの神、その神の手にあった紋章が俺の右手にあること。俺は小さい頃から女子になってみたかった。もしこの紋章に女体化の力があるのなら、まだしばらく黙っていたい。だって新しい服買っちゃったし。あれ、その手どうしたの。は、包帯ぐるぐる巻きで。痛そう。怪我か。大丈夫だ。大丈夫じゃねえだろそれ。ちょっと見せてみ。違うんだ、これは。闇の力を封印しているんだ。ああ、そうなんだ。あ
お前昔からそういうの好きだよな。たく昼飯だー。わーい佐藤さん、言葉遣い。もう購買でパン買ってくるわ。じゃあ先に屋上行ってるね。焼きそばパンないの？ごめんね、さっき売り切れちゃって。たく、買ったのドイツだよ、クソ。ああこいつかよ。あ、こっちのクリームパン美味しそう。ん、え、くれるの？ありがとう。なんで？佐藤ちゃん、お昼これから、よかったら一緒に食べない？え、ねえ、それより食堂行こうよ、おごるからさ。え、おごり？なんだよ、俺が先に声かけたんだぞ。そんなの関係ねえだろ。え、ちょ、つかうちのまずい学食に誘うとかありえねえし。はあ、うめえし。学食のおばちゃんに謝れよ。なんでこいつらこんなに喧嘩してるんだ。俺と飯食うくらいで。あ、それってつまり俺のためにそこまでさせる俺って、まさか、まさか俺ってめちゃくちゃ可愛いのでは。翌日、おはよう。三つ編みしてる。わー、妹ちゃんにしてもらったの？うん、かわいい。あ、かわいいって言われるの嫌だよね。ごめんね。そっかな。ありがとう。え、うん、かわいいよ。そうかな。チャンネル登録よろしくね。おすすめ動画はこちら。グッドボタン、コメントも待ってます。